X は日本のいわゆるメタルシーンの頂点になったんですよ。おそらく日本で最も一般的なヒットをしたメタルバンドなんですよね。もう日本のロックの土台を作った X がいなければ、多分ここまでバンドが増えなかったんじゃないかなって。全てのなんかこうきっかけとか始まりだったのかな。ロックが日本で市民権を得たっていうか開いたんじゃないですかね。音楽に向ける思いとか、そのバンドに対しての情熱みたいなものがやっぱり本当叩き込まれましたよね。我觉得看他的演唱会是很热血的，那我觉得舞台上的状态，我觉得是会影响到我们。吉さんが発せられるメッセージで、後輩のバンドたちは夢見るんですよ。もし登る山があるとしたら、吉木山登る。